野菜がですね、はい、今すごく難しいっていうか、売れが暑かったりすると、はい、サラダもんが多かったりして、寒かったりすると、まあ、鍋までいかへんねんけどシチューとかカレーとかになるので、野菜がですねすごく出荷が難しい時期なんです。そうなんですか、うん、ですんで寒い時に、まあ、サラダはちょっと食べられへんでしょ、はい、だから朝でほぼ決まったりしたりするんですよね。朝が冷え込むと、まあ、お客様、朝に来られたお客様は、まあ、カレーとかシチューとか、な鍋までいかへんけどちょっとぬくいもん、おうどんとかをされるためにネギとかそういうのをお買い求めいただくんですけども、昼間ぬくくなると、まあまあサラダもんとかそういうふうな、ちょっとパスタとかに入れる野菜とかをお買い求めになるっていうことで、結構今難しいというか。そうなんですか。で、生産者の方々にもお一人お一人には一応そういうような天気を見て出荷の種類を変えてくださいとは言うんですけども、そんなすぐになるもんでもないということでいつも怒られてると、そういうふうな形ですね。お天気でそんな左右、そこまで左右するってちょっと思ってなかったんですけど、そうですね、言うたら自分が何が食べたいかっていうのをまず考えてくださいって言うんですけども、まあ僕はね、まあ、できたら肉の方が好きっていうんで年中、はい、そういう風な感じでございます。お肉料理に合うお野菜も盛りだくさんなんですね。はい、アイスプラントっていうのがありまして、それがよく合うんで、今ちょっとだけ出てきたんですけども、はい、まあ、数少なくてね、またアイスプラントっていうのが看板出てますんで、一回食べてみてください、はい、ちょっと野菜の苦手な私でも食べれますんで、チェックしてみます、ね、はい。それでまた食べ方は、携帯の割りでネットでググっていただいて、はい、調べてください。そうします。はい、じゃあ、そして、はい、まあ、祭事がね、そうですね、たくさん行われる場所でもありますけれども、そうですね、3月になりましたんでそろそろということで、まあ、順次、ご報告いたしていただきたい、させていただきます。まあ、3月の9日ですね、はい、松屋さんって言いまして、うんうん、ベビーカステラ、黄色のあの袋のベビーカステラ、蜂蜜入れなんですけども、美味しいやつですね。冷めても美味しいベビーカステラが3月の9日の火曜日と、そして30日、うんうん、まだ忘れてました、20日も来てくれますね。あ、9日20日30日と来ていただきまして、駐車場のとこで黄色い車を止めてますんで、お買い求めいただきたいなと思うんですけども、ね、外からでも分かりますよね。そうです。それとあと、なんとですね、19日から21日、まあ、後半ばっかりなんですけども、サンキュー屋さんが、また、レモンケーキと、あと季節商品を引っ提げて、なかなか美味しいものを次から次へと作るなと思ってるんですけども、まあ、販売するということで、これは店内で販売させていただきます。レモンケーキも美味しいんですよね。そうですよね。あれね、ちっちゃいやつをついつい何個も何個も口に入れて2つ一気に入れると結構なりますよ。2つも入りますか。いや、この左と右のほっぺに入れるという、ハムスターみたいになっちゃいますねそれが美味しいんです。幸せ感が、まあ、噛み締められるという、ということです。あとですね、はい、25日から28日までは沢田一休庵さんがですね、はい、実演販売していただくということで、私の好きなものをまず言うと、はい、みたらし団子なんですけども、みたらし団子の中でも甘いタレをつける代わりに醤油と海苔でつけていただく、ちょっとだけ割高になるんですけど、それがまた絶品で、はい、おやつにも最適やし、まあ、ちょっとした主食のプラスような感じで食べるのも美味しいということで、網変えなあかんから嫌やって言われるんですけども、そこそこ見ては大変なんですねそうですね。ですけども、あれは絶品ですね。あと草餅とか、ああいうのが美味しくいただけるんやと思います。はい、それとですね、また同じ30日なんですけども、はい、早稲から来ていただきまして、三木水産って言って、さんま寿司の、うんうん、販売なんですけども、まあ、さんま寿司の他にキスとかそういう押し寿司はメインとして売ってるんですけども、そこでまたおすすめなのが、私が大好きなのが、はい、じゃこ天、じゃこ天、4枚か5枚ぐらいかな、入っておりまして、500円と税込み500円ということで、
じゃこ天、あの辺でじゃこ天が有名みたいなんですけども。あ、そうなんですね。すごくね、ちょっとレンジでこうちょっとだけほんのり温めて生姜醤油で食べると、うん、普通はお酒に合うというんですけども、私はそれをご飯の上にのせると。はあ、白いご飯と合うんですね。合うんです、合いますね。それとあとブリの釜って言って、ブリのあのエラのちょっと手前ぐらいの干物が、はい、3個入ってるんですかね、うん、それを、3個買って、その3袋買っていただくと税込み1000円ということで、これがまたバーベキューとかね、そろそろなくなるんで、肉ばっかり食べないでバーベキューの他にちょっと塩をまたさらにちょちょっと足してほんのり焼くと、長く焼くとこれがまた脂身がグッと出て美味しい商品 で、それをまたご飯の上にのせると。あ、これはバーベキューでそこまでするのかいというようなんですけども、でも今アウトドア流行ってますからね。そうですね、あのまあ中で焼くのもそうなんですけども、うん、外で炭火でじっくりと遠赤外線で焼くというのが美味しくいただけるあれなんです。でまた尾鷲のね干物美味しいんですよ、めちゃくちゃ。確かにそうですね。まあサンマとかもね、うん、丸干しは有名なんですけども、はい、あえて僕はあのそういう自分のいろんなものを食べまして好きなやつばっかりご紹介させていただきまして、それとですね、まあ、あのご飯に合うということなんですけども、はい、今回持ってきて来させていただいたのは、カネマンさんっていう、あの松坂にあります、はい、カネマンさんっていうあさり佃煮でね、うちのまあ、イオンで入ってすぐ右手に冷蔵庫の中に入ってるんですけども、うん、結構な種類があるんですけども、今回なぜか知らないけどもいつもこれ、170g、 これが税込み500円になっておりまして、なぜか知りませんけども増量、昨日から増量し始めまして、すごい80g 増量という、なんかすごい量で全部で 250g で500円。ちょっと重さを見ていただいていいですか。重っ、全然重さ違いますよね。これはなぜかというと、やっぱりおにぎりとかそういうのに、まあ、日頃の感謝を込めてということでいきなりやりださありました。これめちゃくちゃお得じゃないですか。そうですよ、 30% ぐらいはアップしてますからね。びっくり、こんな、まあ、これ見た目にもすごい分かるんですよね。重さも見て、うん、あらっと思いましたね。はい、まあ、これがねおにぎりに入れるとね絶品なんですわ。うわ、おにぎりいっぱい食べれちゃいそうですね。そうですね。ですんで、まあこれ弁当の時によく入れられて、まあ、あの人気商品なとなってるんですけども、はい、これ急に増量になりまして、これはなんとか皆さんにお知らせしようと思いまして。これはちょっと今買いじゃないですか、特に。買いですね。ね、で3月いっぱいまではこの増量していただける、まあ、もう売り切れ次第っていう話でしたんで、はい、今のうちこの増量を続けてるうちにちょっと発注を何個か多めにしておきたいと思います。すごい、これしかもね見ていただくと本当肉厚、肉厚のアサリがもう増量、これがねうちのつくだ煮の中で一番人気商品となっておりますんで、はい、まあお子様から、まあ、高齢者の方々まで、ね、人気の商品となっております。はい、まあ、この、佃煮に関しましてはですね結構いろんな種類がありまして、はい、今ナスとキュウリのからし漬けがなぜか知らんけど急に人気になりましたね。黄色い商品なんですけども、ちょっと僕はあんまりじゃあピーですよここからしがちょっと苦手なんですけども、いや食べ美味しくはいただいてます。あとまああとなんていうんですか、シシャモキクラゲ、シシャモキクラゲ言えましたね。シシャモキクラゲ、これがまたねご飯に合うんですよ。はい。ちょっと皆さんもぜひ、ちょっと今の美味しいものを味わっていただきたいと思います。はい、増量中です。はい、今日は林和樹さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。以上、名張市物産振興会の名張お宝発見のコーナーでした。あっちどっちそっち ABS